はい、今日の動画はローソンの商品で飲んでいきたいと思います。今日は一日雨ということで、ちょっと遠くに出かけるのもめんどくさく、コンビニでちゃちゃっと買い物をして済ませてまいりました。まずはホットスナック、デカラーゲくんのチーズレッド味248円、しかも1個増量してんのかな確か。そしてこちらがハンバーグ串1本198円、新発売なんだけど、絶対いつもだったら手に取らないタイプのものなんだけど、なんとなくこのビジュアルで美味しかったらすごいなーみたいな、ちょっと期待。そしてコールスローサラダ246円、ケンタのコールスローが大好きでいつも必ず食べてたけど、ちょっと他のコールスローも食べてみようかなと思って。じゃじゃーん、こちらが私的に今日のメインです。ちょっと商品名がどう読んだらいいのか分かんないけど、どん兵衛のうま辛きつねうどん285円でした。結構美味しいっていう噂も聞くし、見た目がちょっと私の大好きなカラカラ魚に似ているということで楽しみです。しかも特盛りでは、今日はこんな感じで昼から飲んでいきたいと思います。キンキンのグリーンラベルです。めっちゃうまそうなんだけど。もちろん今日も休館日明けです。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。冷た、うま。それでは早速今日も美味しくいただきます。コールスローから食べてみようかな。全部の野菜のシャキシャキ感がすごい。うん、唐揚げくんのレッドが一番好きだけど、チーズレッドは初めて食べる気がする。しかもさ、で唐揚げくんだからなかなかのボリューム。うん、うまっ。でも未だにイラスト入りの唐揚げくん出たことない。うん、コールスローのせ。唐揚げくんとコールスローを巻いて、うん、ではちょっとこちらの怪しいビジュアルのハンバーグ串、なかなかのでかさ。もっと肉肉しい食感かと思ったけど、ふわふわ、ちょっとつくねっぽい。コールスローと巻いて食べちゃいます。唐揚げくん食べてると、マックのナゲット食べてる時と同じぐらいの幸福感があるんだけど。
メインの辛いどん兵衛、お湯入れてきました。2本目が最近お気に入りの196シリーズの白ぶどう。196シリーズは甘くない。氷結の果物シリーズのチューハイはその果汁とか果実そのものの味わいがすごいしっかりしてるんだけど、196シリーズは甘くなくってでも香りはしっかりする。田舎すぎて山の中に住んでるから今の時期6月って生地がめっちゃ泣くの。液体スープと粉末とネギを入れて完成させていきます。はい、こんな感じでございます。ちょっと味の想像がつかないんだけど、どん兵衛のスープってそもそも結構甘いじゃん。どんな感じなんだろう。結構辛く仕上がってるのかどうか。スープから、うまい。結構ちゃんと辛い。でもどん兵衛特有のスープの甘さがあるから甘辛いっていう感じで、出汁もしっかり効いてて、カツオと豚から取った出汁と魚粉も入ってるからやっぱどこかにカラカラっぽさを感じる。出汁も効いてるし、うどんだからちゃんと和の気持ちで食べれるっていうか、和のテイストで。めっちゃ久しぶりに食べるんだけど、このお揚げ。これはうまいわ。このふわふわ感と出汁をめちゃくちゃ吸う感じと、どん兵衛でしっかり辛い商品って珍しいと思うんだけど、それをなんで大盛りにしたんだろうね。どん兵衛本来のスープの甘さと、あと麺自体にもちょっと甘みがあるじゃん。これだけ辛さがあっても最終的にはその甘さがしつこいって思う人もいるかもね、人によっては。
今日ちょっと食べ物足りないかなって思ったんだけど、最後の最後の大盛りどん兵衛でしっかり満腹になりました。辛いもの好きの方はぜひ食べてみてほしい。賛否両論あるかもしれないけど、すごく新しい。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。石焼きもお芋